エガスモニスは、ポルトガルの政治家、医者である、ロボトミーという名前でよく知られる精神外科手術、前頭葉切断手術を精神疾患を根本的に治療する目的で考案した。これが功績として認められ、1949年に、スイスの神経生理学者、バルタールドルフ・ヘスと共に、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。受賞の理由は、 ある種の精神病に対する前頭溶白質切れ、切実の治療的価値に関する発見である。ポルトガル中部大西洋岸のアベイロ県、エスタレージャ北高のアバンカに生まれた。モニスは医学を故郷に近いコインブラ大学で学び、神経学をフランスのボルドーとパリで学んだ。1902年コインブラ大学に神経学科の主任教授として戻る。リスボン大学教授となり、 20年以上務めた。その間、政治の世界に入る。政治家としては、ポルトガルの国会議員を1903年から1917年の間務め、1917年外務大臣となる。1918年から1919 19年まで第一次、世界大戦後に開かれたパリ講和会議の主席代表となった。 スペイン大使を1917年から1919 19年まで務める。その後、政治家を辞めて1944年までの間はリスボン大学で神経学の教授となる。その間、1927年に X 線を利用した脳血管造影法を開発する。造の陰影で脳の使用や動性脈機形などの神経性の病気の原因を診断する方法を。 考案する。1936年、モニスと同僚のアルメーダリーマは、当時すでに知覚を脳に伝える部分として知られていた、思想と知性と感情を司る部分とされていた皮質につながる神経繊維を外科手術で切断することに世界で初めて成功する。この手術は、それから10年ほどで世界で広く行われるようになった。モニスの方法を アメリカ合衆国のウォルター・フリーマンとジェームス・ W ・ワッツが改良し、全部全頭洋白質切れ説法として確立した。それによりもニスは世界で広く知られ、名声はノーベル医学賞受賞という形で最高潮に達する。65歳の時、自分の患者に銃撃されて、脊髄を損傷し、身体障害者になった。1955年。 ポルトガルのリスボンで死去した81歳没ロボトミーは主に統合失調症の治療に用いられたが患者から人間性を不可逆的に奪う深刻な副作用が問題視されて1975年頃には全く行われなくなった現在では悪評の高い手術となっており薬物療法が一般的となっているアメリカ合衆国などでは 現在でもロボトミー手術の被害で廃人になった当事者とその家族たちがエガスモニスのノーベル生理学医学賞受賞取り消しのための運動を行っている。ありがとうございます。